日本航空電子工業の2019年3月のリリース製品をご紹介いたします。日本航空電子工業は ADAS、AD コネクテッドカー等で使用されるパクラ規格に対応した業界最小クラスの防水同軸コネクター MX66 シリーズを開発いたしました。近年、自動車においては a d a 自動運転、コネクテッドをキーワードに、情報通信量の増加、高画素デジタル化による情報通信機器間信号の高速伝送化が進んでおります。コネクターにおいても高速伝送対応が求められるだけでなく、車室内外のカメラ搭載数が増加しており、防水コネクターのニーズも高まっています。このような背景の中、当社は、 グローバルで標準的に採用されている車載高周波動軸規格であるパクラ規格に対応した小型低配防水動軸コネクター MX66 シリーズを開発いたしました本製品は 3GHz クラスの高周波電装に対応しパクラ規格に準拠したキー形状色相を設け複数のコネクターを使用する際の を防止や、機器ごとで使い分ける際の識別が容易にできます。さらに、防水性能では、IPX9K 相当に対応し、厳しい防水耐久性を有しながら、ラ用防水コネクターとして、業界最小クラスを実現しました。ケーブル引き出し方向は、ストレート、アングルコネクター合わせて、4方向に対応が可能で、車載カメラ用途では、 リア、フロント、サイドの各カメラに使用可能です。加えて、外部通信を行うアンテナと通信モジュールの接続にもご使用いただけます。当社では、本製品をはじめとして、ANAS、自動運転、コネクテッドカー等に向けた製品を拡充し、自動車の伝送化に寄与していきます。製品の詳細につきましては、 航空電子ホームページをご覧ください。